す本市立りつあ文化資料館前の乙瀬像、乙瀬は、船山香るの小説。これを原作として、テレビドラマ、舞台演劇が制作されている。交互事変と、その騒動に巻き込まれた娘、乙瀬を描いた、長編小説。正編、続編合わせて1700枚に及ぶ。正編は、毎日新聞日曜版にて連載された。また、続編は、 北海道新聞日曜版にて連載された。淡路島の農家の娘、おとせは16歳になり、つもとのカノ家ケに奉公することになる。途中の船で出会った青年、津田三ぐに心を惹かれるが、彼は勤労の死主であり、カノ家ケの娘、静の恋人であった。1971年3月29日から9月25日に、ポーラテレビ小説枠の 第6作として放送された。同枠のカラー化、第1作となった。キャストスタッフ2001年4月6日から6月22日に NHK 総合の金曜時大劇で放送された。撮影はドラマの舞台である淡路島及び徳島県なる都市、徳島市近郊にて行われた。このドラマにちなみ、相モ城跡には落とせの銅像が建てられている。 キャストスタッフ2007年9月8日から10月5日に劇団全身座により舞台化される。脚本、演出はジェームス・ミキ。音瀬に関するカテゴリー。ありがとうございます。